えっと、ジュディさん、ドスコイさんのライブ視聴中毒者です。いつもアーカイブで連続再生して楽しんでおります。ああ、嬉しいそれ、嬉しいです。うん。なんかメッセージが柔らかで癒されるんですよね。あありがとうございます。うん。まあ、柔らかそう。僕、まあね、そのキャ,キャラ、ドスコイの、まあ、一番のその、まあも、持ち味というか、うん、はね。 まあ、もう自分でで言うのは恥ずかしいんですけど、まあ、キャラだと思うんですよねだからまあ真似できない真似してもしょうがないというかあのねななんていうドスコインのパクリって多分あんま出てこ無理だと思うんですよねも誰もパクリパクろうと思わないというか <laughs>、うん、そうそうだからなんていうの競合が現れてなんかものすごく困るってことはこの先もあんまないんじゃないかなとか思うんですけど、ねまあ。 まあ Google、マップ実況とかはねそういうのあるかもしれないけど、まあ、ど,ど,ど,どうかな、うん、で最近出した Vlog とかもねあれも,もうだパ,パクリ用がないでしょあれも <laughs> うんねえあの今日のだって内容なんかもう「どすこいワールド全開でしょ」自分で言っちゃいますけど <laughs> あの何あのさ埼玉と奈良県が味わい深いみたいなねなんかわけわかんないこと言ってたでしょ <laughs> 東京にほぼ東京なのに埼玉って名前がついてるのが味わい深いとか言ってたでしょ <laughs> えっとももさん奈良とか埼玉の話は何言ってるのかわかりませんでしたなんでわかんないのなんでみんなわかんないの <laughs> 味わい深いでしょねあの全く東京っていう名前がついてない場所なのにもう東京にめちゃくちゃ近いんですよそのギャップがね。<laughs> 埼玉県っていう ね、まあまあいいや <laughs> ミ,ミックスさん埼玉の話分かってるあ分かりましたああよかったです <laughs>、ね、だからあのな,なまあまあいいや <laughs> 例えばね埼玉の川,川,川口とかってねあのそ,その辺の東京都内よりも東京の都心まで早くすぐ行けたりするんですよ、ね、近かったりするんですよ東京都じゃないのにあ <laughs> そのギャップが味わう深いでしょね。<laughs>